こんにちは下坂恵理子です今回はお客様からご要望をいただきましてこんな自動化できるのというシリーズをお,つお届けしたいと思います。まずご要望で来られたのは、えっと、ご予約をいただいたお客様に自動でメールを返信したいということでした。まあ、これだけだと簡単に思えるんですけれどもあのもし本当にあの予約が入って自動化であの返信するだけだと比較的簡単なんですけれども。 ご予約日をいただきその予約の2日前とか1週間前にあのリマインドメールですねを送ったりあのその前日にまたリマインドメールを送ったり。そしてえっと 予約した後ですね、フォローメールとしてあの、ご予約当日の後にさらにメールを送る、そんなことをあのいつも手作業でやっていたようなんですね。要するに、えっと、今まではご予約が入った方に対して、手作業で自動返信ではなく、あのつどつどメー,ルを入力メールを出していたということで、でそれの結果、ですね、ミスも多かったということをお聞きしました。確かに人人力ででね、あの一人社長だっったたりりやっていたりすると、ミスも 多かったりメールをし忘れてしまったりしますよねで、いつもだいたいこういったご予約が入った後に送るメールというのはだいたい同じだったり前日に明日ですよよろしくお願いしますみたいなメールを打つときも 同じような内容を打っているはずなんですけれども、そこを自分の手作業でやると、多分作業時間的には少しかもしれませんが、あの気持ち的ストレスとか、あの考えるとか、余計な手間がかかってしまって、ミスにもつながってしまいますよね。そこを自動化できますという実例をお見せしようと思います。で、私が使っているこのメールシステムで、これは実現可能です。まず最初にご予約フォームですね。これはあの、比較的これ簡単にしてありますけれども、この項目とかは自由に増やすこと。 ができますます、あ、すごく今回シンプルなものですご予約をォームというふうにしてお名前メールアドレス希望日時ですね希望日程をもうここでお客様に選んでいただくっていうことにしてありますでこちらで送信をしていただくんですけれどもお客様がこうやって送信をするとですねこちらが自動化の方ですね中身ですあのフォームにそのお客様が入力していただくとすぐに ご登録が入るとすぐにご予約完了メールっていうのを送ることができます。なのでここであなたの予約はこうですよねっていうあの先ほどの内容を含めた自動返信をすることが可能です。もうここは誰も何もしなくても自動でメールが行きます。そうしましたらここですね。ここでは自由に。 期間を選ぶことはできるんですけれども、2日前に設定をしております。まあ、細かい説明はあの大丈夫なんですけれども、こちらえっと2日前になったらという設定をしています。ご予約日の2日前になったらこれを送るんですね。これはご予約日の2日前です。っていうメールを送ります。まあ、2日前にね。あのいよ,いよいよ。 あのご予約日当日なのでリマインドしたりあの持ち物をお伝えしたりとかあのそういったことをお伝えすることができるということです、まあ、ここは2日前じゃなくても1週間前とか10日前とか1日前というものも可能ですでこちらですねまた1日前ですね明日はというところを設定するために1日前の設定をしていますそうしますと明日はご予約日ですということであのお客様に前日にリマインドメールを送ることができます そしてこれですね、当日、当日忘れては、ね、いけませんし、あの当日ちゃんと来てくださいねっていうことで、あの会場の場所とかご案内するとかで、ここで当日にメールを送るということができます。まあ、なお、こちらですね、時間も自由に選ぶことも設定することもできます。そしてこちらは当日ですねっていうメールを送ります。そして、当日後ですね、ご予約が済んだ後、アフターフォローのメールですね、 これの場合は翌朝ということになってます。翌朝にということにしてありまして、ここであの昨日はありがとうございましたというメールを自動で送っております。まあ、あの予約日の後なのであの、いろいろ会場でお伝えしたこととか、そういったことをあのご案内したりできるということです。でそしてです、ね、次ですね、その翌日の8時になったらまた、また再度あの追加の お知らせがもしあればですね送っています、まあ、その後はもう本当に自由ですねあのフォローアップで二週間後に送るとか一ヶ月後に送るとかもあの自動でやってくれます、まあ、ここまでのことがまずは自動で送ることができればもしこの方にあのフォローとして手動で送るということも可能ですしあの常に自動で送れるものはこのようにしていただくと手間とかミスを省くことができますのでぜひご活用いただければと思います こういったことがメールシステムを利用するとできますので、ぜひご活用いただき、自分の時間を増やしていただければと思います。それではご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは、こういった自動化に役立つ情報を発信していきます。もし役に立ったよという方は、チャンネル登録・高評価いただけるととても嬉しいです。また質問などございましたらコメントいただけますと返信させていただきます。それではまたお会いしましょう。